岡で起きた12歳女児不同意性交事件に怒りの声が殺到。日本は性犯罪に対する刑が軽すぎる、がネットで話題。内容はこちら。福岡で起きた12歳女児不同意性交事件に怒りの声が殺到しているようです。では内容を見てみましょう。一生傷が残りやすいように性行為をした。昨年11月29日、福岡県に住む男が小学生の女の子に性的暴行を行い、罪に問われていた事件。7月19日、福岡地裁は男に懲役6年6ヶ月の判決を言い渡した。全国紙記者がこの事件について解説する。不同意性交等の罪などで懲役を言い渡されたのは、福岡県宗像市に住む無職の八津波貴則被告、20。被告は当時12歳だった登校中の女の子に背後から抱きつき、無理やり性行為を行ったとして起訴されていました。白昼堂々行われた卑劣な犯行。被告の動機についてさらに続ける。初公判で検察が読み上げた供述調書によれば、被告は警察の調べに対して、仕事を辞めて自暴自棄になり、誰かを傷つけたいと思うようになった。殴る蹴るより一生傷が残りやすいように性行為をした、と話したそうです。この公判では、女の子の父親も証言を行い、娘は昼でも夜でも一人になることができなくなった。男性に恐怖心を持つようになり、父親とでも二人きりになれない、と娘がトラウマを抱えていることを訴えています。福岡地裁の今泉雄斗裁判長は、判決で、人格を踏みにじる卑劣で悪質な犯行、と指摘し、最終的に懲役6年6ヶ月の判決を言い渡したのだった。今回の事件のように、性被害者の中には、PTSD、心的外傷後ストレスなどに悩まされ、一生をかけてそのトラウマに向き合わなければならない人も多い。八津波被告に告げられた6年6ヶ月という実刑判決は、果たして被害者が心に負った傷に見合ったものだったのだろうか。この報道を受け、次のような怒りの声が殺到。フィーフィー、被告に告げられた6年6ヶ月という実刑判決は、果たして被害者が心に負った傷に見合ったものだったのだろうか。毎度思うんだけど、日本は性犯罪に対する刑が軽すぎるんだよ。誰の人権を守りたいんだか。チャイルディッシュティーチャー。福岡、12歳女児を路上で襲い不同意性交、一生傷が残るようにした、と述べる八津波貴則被告に、実刑6年6ヶ月。あまりにも刑罰が軽すぎます。なぜ日本では、性犯罪者に激甘なのでしょうか。10年も経たずに社会復帰して、再犯の可能性があるのに、GPS 装着も義務付けられないなんて、恐怖でしかありません。倉田真由美。小学生女児を、一生忘れられない傷を残したい。した男がたった6年で社会に戻ってくる国、日本。頂き女子より圧倒的に社会の害悪だが、頂き女子より量刑が軽い。たか、女児の人格を踏みにじる最低の行為。実刑6年6ヶ月って寛容すぎるんじゃないか。一生刑期でも、それぐらい重罪。妖精トロール、カバじゃない。懲役6年6ヶ月。行った行為と少女に残る心の傷。それがたった6年6ヶ月済まされるのかい。ただの主婦。見合ってねえよ。子供じゃなくて成人した女でも地獄だわ。判決下したやつイカれてんのかよ。ハスゴーリ。6年半後に出てきて再犯。目に見えている。ティーカス。こいつは6年少しで元の生活に戻れて、女の子は一生元の生活に戻れない。もう少し性犯罪を重くした方がいいよ、ほんと。女児の人生を壊しても、たったの懲役6年6ヶ月の判決。絶対におかしい。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。被害者の女の子の一生の心の傷考えたら、懲役6年6ヶ月は妥当なの。軽すぎるでしょ。こいつはまた出てきたらやるでしょ。犯行の卑劣さから言っても、無期懲役でもおかしくない案件。
被害時は後遺症で生涯を苦しみ続けるとしても、加害者側はこんな軽い量刑で解放されてしまう日本の司法。バランス感覚が狂っている。軽い軽い軽すぎる。性犯罪者への軽減刑罰か。子育て家族にこれで我慢しろだと。私が女の子の両親だったら逆に6年も待てない。自分の娘がこんな目に遭ったら殺意を抑えれる自信がない。許せない。被害女児の親の気持ちを考えると胸が張り裂ける思いです。次はこちら。もっと刑期は重くできるのにしない鬼畜裁判官。過去の裁判例をもとに量刑を決めれないのであれば AI にすれば。裁判官なんていらんわ。裁判官は勉強できてもあまり賢くないし、 AI に変えよう。調べたら不同意性交等罪って2023年7月13日に施行されたばかりの法律で、最大刑期20年じゃん。この裁判長がくっそ軽い判例作ったせいでまともな運用されなさそう。裁判長の娘が同じことされても同じ判決出せるんだろうか。裁判官こそ裁かれるべきだろう。今回の判決にしろ外国人への不起訴にしろ、日本の司法は腐っていると言わざるを得ません。次はこちら。20歳から6年だと26歳か。シャバに帰ったところでまともな職に就けず自暴自棄になり再犯するんやろな。40歳くらいまでぶち込んどけや。相変わらず性犯罪者にぬるすぎるわ。性犯罪って再犯率高いんだよね。なのに数年で世に放つのなんで。繰り返せってこと？狂ってんな。出所した直後にもするやろ。前科持ちだからむしゃくしゃしてまた一生残る傷をつけたいって言うやろ。性犯罪の再犯率高えからな。あと 3,4 回はやると思う。日本はほんま犯罪者に優しい。こういうやつは一生治らない。おそらく高い確率で再犯し第二の被害者が出ると思います。最後はこちら。これ刑罰を重くしないことで得するやつって犯罪者以外に誰かいるの？なんで一生軽いんだ。6年後出てきたらどうせすぐ再犯するんやろから、この6年で法改正しとかなあかんな。法改正が必要だと思う。本当にこの件男女問わず誰もが怒り狂って現行の法律変えるぐらいのムーブメントになってほしいのに、どれだけ騒いでも変わらないかんと怒りが連帯や連携できない空気が本当に嫌。法律ってどうやったら変えられるか誰か教えて。多くの人々で怒りの声を上げ法改正を促すしかないと思います。結論。福岡の路上で12歳女児を襲い不同意性交を行った八並貴教被告の犯行動機、一生傷が残りやすいように性行為をした。八並被告はこんなにも身勝手な動機で卑劣で残酷な蛮行により12歳女児の人生を壊したというのに、たったの懲役6年6ヶ月という短すぎる判決を下した今泉優斗裁判長。犯人も腐っていますが司法も腐っていると思わざるを得ません。そもそもなぜたったの懲役6年6ヶ月なのでしょうか。何に配慮しての判決なのでしょうか。このような卑劣な性犯罪に対しては厳罰化にできるよう法改正をすべきです。そうしなければ被害者は泣き寝入りせざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。やはり司法という存在は被害者の気持ちを第一に考えた機関でなければならないと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。